皆さんこんばんは。スタジアムオリジナルプログラムラブフットボールの時間となりました。戦国小石です。さあ、先ほどまでグラウンドではこれまで本当にガンバ大阪のユニフォームを着て数々の記憶に残るゴールを挙げてくれました男坂東龍二選手のね、セレモニーが行われておりましたけれども、ここからはガンバ大阪の話題をたっぷりお届けしていきます。最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ、我らがガンバ大阪、先週はですねルヴァンカップ FC 東京とのプライムステージ準々決勝2試合を行いまして、合計スコア2対2となるも、パトリック選手が貴重なアウェーゴールを見事挙げ、準決勝進出の切符をつかみ取ってくれました。この勢いのまま今日からまたリーグ戦、ガンバ大阪は熱く戦っていきます。残留争いではなく、一つでも上の順位を競う、そういうチームとして戦っていきますので、サポーターの皆さん、今日も熱い戦をよろしくお願いします。皆さんこんばんは、内藤朝香です。さあ、先日9日にはガンバ大阪にまたビッグニュースが、ね、飛び込んできましたよね、はい。スペイン一部のアスレティックビルバオから、マルケル・スサエタ選手の完全移籍での加入が発表されましたね。そうですね、このスサエタ選手はスペイン一部アスレティックビルバオでクラブ歴代5位となります。通算507試合出場、56得点87アシストを記録し、2017年からはチームのキャプテンを務めるなど経験豊富な選手です。こうした経験というものをぜひガンバ大阪に伝えてもらいたい。そしてさらにガンバ大阪の攻撃陣に厚みが増す補強となります。伝えた選手、今日のサガン突戦から出場可能となります。一体どういったプレーを見せてくれるのか、またどういった形で登場するのか楽しみですよね。そうですよね。現在ガンバ大阪は14位とね、今シーズンリーグ戦本当に苦しい戦いが続いていますので、こういったの実績のある外国人選手が加わることで、ますますチーム内の競争も激しくなると思います。でさらにこの状況を打破すべく大物助っ人がガンバ大阪に加わったわけですから、はい、どういった活躍を見せてくれるのか、そしてチームがどうなっていくのかね、そのあたりも注目です。さあ、そして現在 J1 リーグで14位となっていますガンバ大阪ですが、ここで現在の J1 リーグの順位表、前節までの順位表を確認しておきましょう。前節終了時点でガンバ大阪は勝ち点28の14位となっておりました。今日対戦しますプレーオフ圏内16位サガン鳥栖は勝ち点27、しかし勝ち点差はわずか1となっています。順位表をご覧いただいても分かる通りですね、前節終了時点で9位名古屋グランパスまで勝ち点差わずか3とですね、この残留争い非常に熾烈を極めています。混戦状態の J1 リーグです。一つの勝利で大きく順位が入れ替わる可能性のある戦い、なんとしても勝ち点3ダッシュ、ここからの戦いはガンバ大阪本当に必要になります。負けられない戦いが今後も続いていきます。ただガンバ大阪はルヴァンカップでは準決勝に進出、また勢いを取り戻しつつあります。そしてそうした中、シーズン当初からは大きくメンバーが入れ替わる中、このガンバ大阪でも実績のあるパトリック選手、宇佐美選手、井出口選手、さらにはですね伝えた選手が加入し、多くのですね戦力を迎え入れて、この終盤戦加速するために戦っていきます。そうした選手たちのプレーというものにもね、皆さんぜひご期待を、そして注目していただきたいと思いますね。そうですよね、かなりのメンバーの、ね、入れ替えもあったんですが、もうとにかくここからの戦いに注目ですよね、はい。さあ、そしてリーグ戦では次節アウェーでセレッソ大阪との大阪ダービーが行われますし、ルヴァンカップ準決勝進出に伴いまして、10月はより、ね、タイトな日程になっていきます。では今後の日程もここで確認しておきましょう。さあ、今日の試合、今節突戦が終了しますと、9月28日土曜日にはアウェイでセレッソ大阪との大阪ダービーが待ち受けています。そして10月に入り、10月4日金曜日です、北海道コンサドーレ札幌戦、そしてルヴァンカッププライムステージ準決勝第1戦の10月9日水曜日のゲーム、こちらがホームで再び北海道コンサドーレ札幌を迎える戦いとなり、13日日曜日には第2戦がアウェイで行われます。ですのでこのコンサドーレと短期間で3連戦を戦うということになります。そしてさらに10月のリーグ戦では上位グループとの厳しい戦いが待ち受ける、そういうロードですね。そうですよね、そのリーグ上位チームとの戦いが続き、さらに決勝進出をかけたルヴァンカップの準決勝と、かなりね厳しい戦いが待っているわけです。私たちサポーターもね、この厳しい日程、選手とともに戦っていい結果をね掴み取りたいと思いますよね。そうですね、はい。
さあ、いよいよキックオフが近づいてきました。今日の対戦相手サガン鳥栖は8勝3分け14敗勝ち点27の現在プレーオフ圏内の16位となっていますが、直近の5試合は3勝1分け1敗とね、復調の兆しを見せているんですよね。そうですね、前節残留争いの直接対決となりました、はい、ベガルタ仙台戦ではですね、後半終盤怒涛の逆転劇を見せ、大きな大きな勝ち点3をつかみ取りました。金監督のもとサイドからのクロス、そしてこのサイドからの仕掛け、ここからチャンスを作り出し、またそのチャンスにしっかりと金崎選手をはじめとしたアタッカー陣が絡んでくる、襲いかかってくる、まあ超攻撃的なマインドというのがですね、この生まれつつあるのが今のサガン鳥栖です。ガンバ大阪としてはですね、やはり走り負けない、競り負けない、もう強さを前面に押し出したガンバ大阪の絶対に勝つんだという気持ち、今日の試合では求められます。ここからの戦い、一つ一つ本当に一勝一勝が大きな意味を持っていきます。今日はその一つ目の戦いとなります、はい、ここホームで素晴らしい圧を皆さんに作り出していただき、ガンバ大阪と共に戦ってください。そして勝ち点3を必ず掴み取りましょう。まもなく選手ピッチに登場します。その際には大きな拍手、声援でお迎えください。以上、ラブフットボールでした。